次に竹内譲君。竹内君。公明党の竹内譲です。今日は日本案が採決されるということで、私どもも国民生活に本当に必要なものはですね、積極的に協力をしていきたいというふうに考えております。でその上でですね、今後の日程もございますので、まず総理にお伺いしたいんですが、消費税増税法案とですね、社会保障改革関連法案、これは税と社会保障の一体改革の大綱に基づく法案だと思いますが、間違いなく3月末までに国会に提出されますか。野田内閣総理大臣。平成21年の税制改正法附則104条に基づきまして、その法律によると平成23年内に消費税を含む税制の抜本については年度内23年内に法案提出ということになっていますので、その予定のもとで準備をさせていただきたいというふうに思います。で社会保障の改革についてはこれはもう予算関連法案についてはもう出しております。予算費関連の部分でも子ども子育てシステムに関わる法案などは今申し上げた税制改正法案と同時に法案を提出をしたいというふうに思います。社会保障改革項目については順次提案をしていく実施していくことになっているということでございますが、なるべくそれに近づけて税制改正法案と近づける形で、ご審議に供するようにご提案をしたいというふうに思います。委員長。竹内譲君。同時に出されるということです。でその場合ですね、当然閣議決定が必要になると思いますけれども、その両消費税増税法案と社会保障改革関連法案はこの大綱で了承を得たとしてですね、得ているので改めて党内手続きは不要と考えられるのか、あるいはそれとももう一回ですね、党の了承を得る必要があると考えておられるのか、この辺はいかがですか。野田内閣総理大臣。素案を作り、その素案を大綱という形で閣議決定をさせていただきましたけれども、法案提出をする際には、これはやっぱり閣議決定が必要でございます、でその前に党のご了解、ご理解をいただくことは必要だというふうに考えております。竹内譲君。これは私どももさまざまな今後、特例公債法もありますのでね。さまざまな日程を考えなければいけないんですが、もしもその党の了解が得られないとか遅れるとかですね、いうような場合にはですね、それは法案提出が無理であるというケースもあり得るんですか。安住財務大臣。党のことは党での話ですから私がというのも変でございますが、ただ同じ党なので政調会での話し合いを得て、閣議に決定をする段取りになると思いますが、今月中には先ほど総理が申し上げましたとおり、提出をさせていただくことになると思います。竹内譲君。民主党のさんの話でございますが、先頃自民党の谷垣総裁とこの会談されたという報道がありました。審議は存じ上げません。審議のほどはともかくとしてですね、私の考えではですね、谷垣総裁とだけ会われるのではなくてですね、我が党の山口代表をはじめね、必要であると思われる方とどんどん会ってですね、胸襟を開いて話をすればいいと思うんですよね。そのお考えありますか。野田内閣総理大臣。まず谷垣総裁の件は報道ではありますけれども、お会いはしておりません。ただし私どもは政策実現のために、特に今回の社会保障と税の一体改革については先送りのできないそういう課題であり、与野党が真摯に議論をして成案を得ることが望ましいと思っていますし、与野党の協議をあらゆるレベルでお願いをしているわけでございますから、必要な方とお会いをしていくということはこれは当然あり得るだろうというふうに思います。当然党内の中でも意見調査の中でも必要なご説明はしかるべき方含めて全部やっていかなければいけないと思いますし、野党間での協議が整わないところでまとまらないんですから、これは当然必要な方とは必要なときにお会いをしていくということはあり得るというふうに思います。
竹内譲君。それでですね、まあ、特例公債法が、まあ、一応先送りになっているわけでありますけれども、まあ、特例公債法も大変重要な法案であります。で、まあ、特例公債法と、まあ、3月中に消費税、関連法案が出てくると。これどちらをこの総理の中では優先順位が高いんでしょうか。安住財務大臣。特例公債は来年度予算の中で、非常に重要な歳入部分を占めております。これも重要ですし、消費税は本当に社会保障を充実するためにさらに、まあ、重要であると。将来に向けてですね、どちらが優先順位ではなくて、やはりそういう意味では2つともですね、竹内先生はじめ公明党の皆さんからのご協力を得て、ぜひ成立をさせていきたい法律だと私ども思っておりますので、ぜひご賛同いただきますようお願いを申し上げたいと思います。竹内譲君。まあ、時間も迫っておりますので、あと申し上げたいのは、小泉改革ですね、自公政権の時のこの小泉改革というのは、私大変リーダーシップあったと思うんですね。消費税率を上げない代わりにですね、社会保障を含めてですね、大変な、まあ、歳出の改革をしたと。まあ、いろいろご批判もありましたけれども、しかしその、まあ、手腕は大したもんだであったというふうに思っております。まあ、基礎的財政収支もですね、大幅に改善をしたと。まあ、そういう意味ではですね、この総理は小泉構造改革に対しまして、どのような評価をされてますか。野田内閣総理大臣。極めて客観的に評価するとですね、不良債権処理等はやっぱり小泉政権の下でかなり進んだと思います。そういう改革においては私はやっぱり一定の評価を正当にすべきだろうと思うんです。ただ社会保障の部分についてはこれはやっぱり毎年2200億削るというところにはかなり無理が生じたのではないでしょうか。その結果が医療崩壊とか介護難民等々のさまざまな弊害につながったと思います。加えて地方の疲弊にも私は三位一体改革は大きくつながっているのではないか。その意味から政権交代をしてから私どもが特に変えようとしていることは国民の生活が第一という理念のもとに社会保障については自然増も飲み込みながら必要なものにはしっかり手当てをしていくという方向性、それから地方交付税については着実に増やし続けている、等々においては小泉政権とは一線を画しているというふうに思っております。竹内譲君。社会保障も毎年1兆円以上増えていくと。地方の財政に対しても、まあほとんど手をつけないと。その代わりに消費税を増やしてくれと。これはですね、なかなかやはり難しいんじゃないかなというふうに思うんですね。やはり社会保障や地方財政につきましてもですね、やっぱり歳出構造改革に踏み込まないとなかなかこれはいくら消費税上げてもね、これは難しいというふうに思いますが、いかがですか。野田内閣総理大臣。いや、別に社会保障とか地方に対する正義化しろというお話ではございません。必要なところにはきちっと予算措置をしていくというお話を今申し上げたことであって、例えば社会保障の分野においても効率化重点化すべきそういう項目ももちろんあると思います。地方においても同様のことは言えるだろうというふうに思います。竹内譲君。これで最後にいたしますが、まあ、私どもは再三申し上げてますように、まず景気の回復を図って、増収を図ると。これが第一であると。でそれから歳出構造改革にもですね、正規なきですね、やはり構造改革に踏み込まないとやっぱりダメだというふうに思います。そしてどうしてもできない部分をですね、やはり、まあ消費税でお願いせざるを得ない場合はあるというふうに思っております。まだまだ申し上げたいことはありますが、まだまだ先も長い審議がありますので、今日はこの辺で終わります。ありがとうございました。